い、クジラクジラ。なんだね。ジャニーズ事務所の現在がヤバいんだよ。どうヤバいの？もう崩壊寸前で、本社ビルも売却するとかしないとか。それはまずいね。本社ビルはジャニーズの象徴だからね。グループごとにどうヤバいか説明するね。スマップ、キムタク以外全員退社。トキオ、山口メンバー退社。来年ひょっとしたら永瀬も退社。V6、特にない。近畿、剛が突発性難聴で大規模イベントやりづらい。嵐、今年で活動休止。オノは下手したら退社。ニュース、9人が3人に。患者に8人が5人に。下手したら大倉も辞める。カッキーン、6人が3人に。平成ジャンプ。メンバー1人海外留学。今年帰ってくる予定だが、音沙汰なし。キスマイ、特にない。強いて言えば、元スマップ派閥だったので、いつ冷遇されてもおかしくない。セクゾ。もともと、後列2人の超冷遇対応で話題になってて、しかも、そのうちの1人が、現在パニック障害で療養中。ABCZ、特にないが、シングルが全く売れないし、話題もない。ウエスト、特にない。キンプリ、1人がパニック障害で療養中。ストーンズ、特にない。スノーマン、よりにもよってリーダーがスキャンダルで活動休止。なんとも言えないね。やっぱり滝沢じゃ無理だったかな。滝沢さんのせいじゃないと思うけどね。違うやつに副社長やらすべきだったな。バッチは車いじり専門だし、東は個人主義者だし、そう考えると滝沢しかいなかったんだよな。東に話してみようかな。ちゃんとあいつがその気になればジャニーズ立て直せるんじゃないかな。誰？